やっぱこれって赤狩りよね。大紀元2020年10月13日、米国務省と教育省、中国孔子学園の恐ろしい影響力警告、全米学校に書簡、潰してしまえ。記事によりますと、アメリカトランプ政権は10月9日、中国語や中国文化について教育を施す中国官製の教育機関、孔子学院について、中国共産党のグローバルな政治宣伝機関として悪意ある活動をアメリカ国内の大学などで展開している。恐ろしい影響をもたらすと、アメリカ国内教育機関に強く警告した。AP 通信の報道によると、アメリカ国務省と教育省が、アメリカ国内の大学と州教育当局へ宛てた同書簡には、孔子学園は中国共産党にアメリカでの足場を与え、言論の自由に対する脅威となっているとし、学校側は孔子学院の活動を検閲し、教育環境を守るための行動を起こすべきだと書いた。アメリカ国務省は8月、孔子学院を外国の大使館などと同じ外交使節団に認定、今後アメリカ国内での人事や保有資産をアメリカ政府に報告することを義務付けた。中国教育省傘下の国家看護国際推進指導子組伝行室が運営する孔子学院は、アメリカやヨーロッパを中心に世界各国の小中大学などと提携を結び設置されているやけ。孔子学院と下部組織の孔子華道っていうところは、世界130の国と地域に1500箇所以上あんねんて。日本には15箇所もある。で、菅義偉官房長官は、8月当時、官房長官やった。記者会見で、アメリカの外国交換に相当するとの決定を受けて、我が国も、孔子学院の動向を注視していると述べている。中国国務院は、孔子学院は、革新価値である社会主義を基礎とした教育を広めることを目的としていると説明している。当局によると、2020年までに世界で1000箇所の孔子学院の設置を目標に掲げている。潰してしまえ。孔子学院本部理事会主席には、中央統一戦線工作部部長を歴任した劉遠斗前副首相っていうおばはんが務めていた。やって。確認したら今74歳のばあさんやったわ。孔子学院は中国の影響力の拡大を図るものとして問題視されている。ピッツバーグ大学の孔子学院は今年6月30日に閉鎖されるなど各地で閉鎖が相次いでいる。日本も潰してしまえ。孔子学院では教師の指名、給料の支払いや教材など多くは中国側によって提供される。アメリカ国務省と教育省は同書簡で、彼らは中国共産党が反体制派や宗教団体、少数民族をどのように扱っているかなど、中国共産党が議論を避けたい話題に触れることはないだろう、と学校側は中国共産党に支配されすぎている、と指摘した。また、多くのアメリカの学校は中国共産党の関与なしに優れた中国語と中国文化のプログラムを確立している。という。書簡によると、中国共産党による言論の自由の抑圧を懸念したアメリカの一部の大学教授は、中国や香港出身の学生に対して、中国の政治については匿名で議論するよう助言しているという。香港の国家安全なんちゃらの法律によって、香港人だけでなく、中国人だけでなく、我々も、ピンチやからな、中国共産党に目つけられたら、どえらいことになる、拘束されるみたいやしな、怖い怖い。アメリカ留学中に投稿したツイートのために、少なくとも一人の中国人留学生が、最近、中国共産党に投獄された事件が起きている。あら、恐ろしいわね。アメリカ当局者は、こうした例を挙げて、中国共産党に対する懸念は、不合理ではないとしている。マイク・ポンペオ国務長官と、教育長官の、ベッツィ・デボスさんによって署名された同
書簡はアメリカによる中国共産党の影響力を封じ込めるトランプ政権の最新の取り組みを示している。トライアンには頑張ってもらわなあかん。きっとトライアンが勝つんやろけど、バイデンはバイバイデン。アメリカは中国共産党に対して貿易、中共ウイルス、新型コロナウイルス、および宗教や少数民族など人権問題への責任追及を続けている。さらに知的財産権盗用の防止を支援するよう大学側に要請している。中国共産党は日本共産党と同じ組織で、国際共産党コミンテルン、日本支部として誕生しました。コミンテルンっていうのが国際共産党。コミンテルンはもう消滅したことにはなっておりますが、そうやって怒ってくるやつおるんですけど、コミンテルンの指導団体が分かっているんですね。それは秘密結社フリーメイソン。亡くなったように見せかけてるだけちゃいますかと。ちなみに秘密結社フリーメイソンのお眼鏡にかなった人しかアメリカの大統領にはなれない。この世の中は常にどこかが揉めていないといけないようにされていまして、資本主義と共産主義や社会主義は対立しておかないといけないんですね。で、資本主義も共産主義も社会主義も世界を牛耳る大きな勢力が作ったもので、プロレスみたいな形違うかなって感じで観察するのがええんちゃう。資本主義や社会主義や共産主義は対立しておかないといけないんですね。ちなみに資本主義も社会主義も共産主義も世界を牛耳る大きな勢力が作ったんで、我々日本人は民族主義で行きますわ言うても、戦争負けとるからそうは問屋が下ろしてくれなくて、とりあえず選ぶことができるみたいなんで、日米同盟のもと資本主義自由陣営側で楽しく生きさせていただきますわ言って、社会主義や共産主義は恐怖支配されたり必ず暴力がつきまとうんで、痛いの嫌やし楽しい方がいいし世の中金や言って、自由なアメリカについてる方がいいんちゃうのでしょ。で、世の中あっちこっちに石化工作員いうのがいて、石化とは思想を共産主義に変えることを言うんですけど、共産主義者はお口べっぴん笑顔の悪魔で、仲間になったら最後恐怖支配されて指令によって動かされることになるから、やっぱ世の中金やで、資本主義の国で楽しく過ごしたいやんかっていうことで、笑顔で近づき敵の懐に飛び込めとばかりにいきなりお友達みたいなやつを敬遠して、中国共産党がやってるチベットウイグル香港の問題および台湾の問題は大変そうやけどうちら関係あれへんし巻き込ませようとすんのやめてねって県もほろろにお断りして、楽しく生きることだけを心がけたらいいんですよ。中国共産党一党独裁の国、そこにいちいち同情してたら身もたへんし時間もったいないから、トランプ大統領にお任せっていう感じでほっときましょう。